さて本日もこちらをやっていきましょう。ドラゴンクエスト7と、まあ前回ここで魔法の絨毯を、まあ魔法の絨毯をもらったんですが、当然これはそんな簡単に手に入るわけでもなく、でこれで返しに行って文句言わないと、イベントを起こさないといけないというやつです。どうです皆さん、魔法の絨毯に乗って空を飛ぶことができましたか？今ちょっとあの 3D 状態にしてたんで、なんか画面がおかしくなったので今切りました。飛べませんでした。そんならあなた方がこれを持っていても無駄ですね。魔法の絨毯は返してもらいますよ。見事揚げ玉たちから魔法の絨毯を取り上げた。最初に言っておきますがね、偽物を渡して皆さんを騙そうとしたわけじゃありません。あなた方がこれに乗って飛べなかったとしても、断じてこの絨毯本物なんだ。でも実はこれには裏があるんですよね。あのメイドさんにイコラの兄ちゃんのことずいぶん心配してたな。こういうイベントをこなさなければ進めないのです。なんでみんな絨毯を偽物呼ばわりするんだ。かといって僕がこれに乗って栄養を探しに行くわけにはいかないし、もう父さんもいない。もう僕を引き止める者はここにはいないんだ。やっぱりダメだ。死んだ父さんと交わした約束を破ることはできない。村を離れるか、いや村を離れるなか。破れないと分かってる約束されるなんてずるいよ。何ですか、もうあなた方はこの僕に何の用もないはずでしょう。一つだけ言っておきますが、騙そうなんて気持ちはこれっぽっちもなかった。多分あなた方が魔法の絨毯に選ばれなかっただけです。でも実はそうではない。そもそもこの魔法の絨毯自体が本物じゃなかったっていうことなんですよね。まあこの事実というか、本物の絨毯はまだまだ先になりますけどね、もらえるのは。ないよ。いやー、ニコラの兄ちゃんが持ってる魔法の絨毯偽物だったのか。まあこのイベントを起こす前に人魚の月、さっきの人魚の月という宝石をゲットして見せていたら、さっきの道具を見せますかっていうところで、はいを選んだら勝手に
イベントが始まります。さあ、これで目覚めのところにあったアイテムも、アイテムというか石板もゲットしましたんで、こちらに行きたいと思います。と、ここのはどこだっけ。空気が嫌な感じしないもんな。あ、ここはあれだ、水浸しにされるところだ。まあ、ただちょっとこっから先結構話し進めるとこっちに戻ってくるのが大変になりますんで、もうここら辺で熟練度マックスにします。これさえありゃ敵を探す必要もないからね。再び目をくらませんな。行方をくらますも違う。戸惑っているんなら、一旦は相手をボコれるからな。これでスリパンがマックスになり、
全員の現在の職業の熟練度がマックスになってから次の転職をして、でそれで本格的に進めていきたいと思います。敵が向かっているのに口笛を吹いて無駄にするやつ。慣れて踊ってる割に攻撃のターン前は止まってんだよな。でこれでソングマスターになり、本職は本当にもうできる限り早めに全部マスターしといた方がいいからな。そうすりゃ上級職を。でとりあえずここは、まあここの最初の分が初級職ですけれども、まあ今のところもう正直ね、ちょっとこっちの僧侶を先にやりたいと思いますと、正直ね、回復呪文系を持っている人がいる方が楽なんですよ。それというのもベホイミやベホマを使えるキャラクターが少しでも多い方がいいという。であとは揚げ玉をマックスにして、また違う職業に就かせて、そこから一気に行きたいと思いますと。
黙れ。これがあの笑わせしの熟練の二つ目の。出るのがなかなか長いんだよな。パフの特技を手に入れた。まあこのパフパフっていうのはまあドラクエシリーズのキャラクター制作している鳥山明さんのまあドラゴンボールで出てくるあの有名な言葉です。もうルーラーできんの。
レベル上がってもまだマックスになんねえ。実は隠れてマックスにはなってないな。まだレイが本意しか覚えていないんで回復は。から発動する前に倒せば、マックスになる前にすでに熟練度が2つ上がった。大体目がくらんだっていうのも一旦か二旦で元に戻りますんで、思い出し笑い。そういえば宇崎ちゃんを遊びたいとなぜか鳥取がコラボしてるんですけれども、いつかそう本当になんでっていうぐらい、実はあの二人が行ってる大学が鳥大でもない限りコラボにする理由がないんですよね。なんでだろう。まだか。
ちなみにあの魔法の絨毯、過去の世界に行って使おうとしても広げられないっていう風なので、過去の方では自分で歩けっていう暗黙のルールがあります。やっと取った。しかし宇崎ちゃんは鳥取で遊びたいっていうのもありますけれども、まあ、あの結構知ってる人いると思いますけれども、あの機動戦士ガンダムのアムロ、あれも出身は鳥取だっていう噂ですからね。アムロが砂漠を歩く姿、あれが実は鳥取砂丘を歩いてるとかっていう風な設定らしいですけれども、あれ本当なんだろうかな。武道館で行きますか。まあ正直今魔導士系2人と非戦闘系を1人でやったところで苦戦するのは確実ですからね。だったら無駄に金稼ぎしました。ホワイトシールド。まあもちろん鉄の王の攻撃力高いですけれども、あとは杖、まあ封じの杖もまあ攻撃力は高いですが、その分一体攻撃なんでバトルの効率はめちゃくちゃ悪くなります。正直ね、ブーメラン攻撃の効率の良さを知ったら他のに戻れないという。じゃあそろそろこっちの本格的な攻略に行きたいと思います。と、ただちょっとここも閲覧注意です。なぜかといえばいきなり人が消えます。このハーメリア絶対ハーメルの笛吹きっていうのをモチーフにした名前だよな。これで攻略途中にマックスになってまた戻るのに時間がかかるっていうのはないはずです。と、グループ攻撃の方がいい。ちなみにドラクエ3でも転職システムは存在します。だけれどもドラクエ3のは厄介です。
レベル1に戻されますからね。やっぱり転職システムは5、6からのあのそのまんまでやるっていうパターンの方がいい、確実ですね。これは旅道かと。この山奥までようこそおいでに上がれました。まだもうちょいと。ここのイベント、この村の端っこにある階段は岩山を抜けるトンネルの入り口だべよ。トンネルを抜けて南へ行くと富津の村、そこから北東に向かえばハメリアの町だべ。この村の東、踏み入る道さえない岩山の中にえらくるびたとがそびえ立ってる。あんな山奥に一体誰が何の目的でドーナーズを作ったんだろうな。はいはい、一番と早く飯しようぜ。旅の方ですか。昨日といい、今日といい、こんな田舎に珍しい。ここはアボンの村、何もないところですが、どうぞゆっくりしていってください。俺は今まで音楽なんて何の興味もなかったんだけどな。あの学士、見てくらくたびれたじいさんだったが、あいつがすごいのはわかる。あいつともう一度聞きてえな。ちなみに学士でピンときた方もいると思いますが、そう、キーファとの別れ、あの人じゃないかなって自分は思うんですけどね。あの時に演奏した覗いてます。でここで止まるとこういう音楽が聞こえて、次の日に閲覧注意の理由がわかります。音楽が消えて、この通り、そして誰もいなくなった。なあ、揚げ玉、この村人の経営が全然しねえぞ。人はおろか、犬までいなくなりました。で、ここから進むことができます。まあ、ここが開くのもまだまだ先です。ゴーストマン、またの名をゴーレムでもないですよ。力を貯めるとあのクラスのダメージがいきます。正直ね、倒せない相手ではない。力をためての攻撃より痛恨、通常状態の痛恨の一撃の方がダメージが高い。すでに笑わせしは笑わせしは熟練度はとても早く上がるという部類になりますので、
ダンビラヌーチョ。果たしてバイキルトによる攻撃が終わる前に来るまで生き残れるかなって言おうとした途端に終わりました。これはダンビラヌーチョの攻撃は食らうな、確実に。でもバイキルト出しても34ならそんな驚異的な攻撃力ではないな。しかも防御力のまあどちらかといえば低めの僧侶のレイの方に対してもあのレベルですから。でここは教会です。ここから南に下っていけば小さな漁村がある。それが富士の丸だ。岩山を越えて東に向かえばハーメリアの町がある。どちらに行くにせよここで冒険の書に記入しておくことを進めるぞ。じゃあここでセーブして本日はここまでにしておきたいと思います。とそれでは失礼します。